それでは第3ヒートコースオープンです。一周回ってコントロールライン通過してください。第2ヒットの選手の方コースマーシャルご協力ください。さあ全車カウントチェック OK です。はい、全車揃えました。それではスタートします。フラッグに注目。最終日トップはカーナンバー3番ダオマ選手、そしてその後ろカーナンバー1番後藤選手、3番手カーナンバー5番の斉藤選手、4番手カーナンバー4番向井選手、5番手カーナンバー2番の佐藤選手のオーダー。さあ現在トップは3コースのダーマ選手、最後は5ラップ目に入った。そして2番手はカーナンバー1番後藤選手、そしてその後のすぐ後ろカーナンバー5番の斉藤選手が現在3番手。さあ2番手との差はコンマ6秒。さあ激しい2番手争い、さあ今コース中央、現在2番手はカーナンバー1番の後藤選手、そしてそのすぐ後ろカーナンバー5番の斉藤選手が追う展開。その差は画面上ですとコンマ2秒。さあトップはナーマ選手、2番手との差は約18秒。斉藤選手の争い、その差コンマ5秒。
さあレースタイム4分経過、残り1分です。さあトップは7番、3番のナーマ選手。さあ2番手争いの後ろに迫ってきたのがトップのナンバー3番ダーマ選手。残り30秒。さあここで2番手が、さあコース上は変わっている模様ですね。斉藤選手が前に出た模様。さあ再び後藤選手が仕掛けるか、宅配サイトになりそう。下がって持ち込んでいきます。さあ、ルンジャムの方は5分経過。さあ、カナンバー2番ゴールです。カナンバー2番ゴールです。カナンバー4番ゴール、2番4番ゴールです。さあ、カナンバー3番ゴール。そしてカナンバー5番、1番ゴール。電車ゴールです。電車ゴールです。さあ、ただいまのヒートトップゴールはカーナンバー3番ナーマ選手、13ラップ5分17秒665。そして2番手にはカーナンバー5番斉藤選手。そして3番手カーナンバー1番後藤選手。3番5番1番車検です。3番5番1番車検です。車検コーナーに車をお持ちください。そしてこのヒートの選手の方ですね、コースマーシャルはこの後の後ですね、次の次のオープンクラスの第1ヒートのコースマーシャルとなりますので、今しばらく待機ください。